バビ肉って言われて、もうね、すでになんかアンチっぽいのがもう湧いてたの。なんで？私の配信まだ一回もやってないのに、もうなんかあの私の動画のコメント欄にいたの。まあそんなこんなでよろしくお願いします。じゃあどうしよう、まずクララの紹介をしたいと思います。よいしょ、画像スライド。あ、ちょっとでかい、クララがでかい。ちょっと小さくなってもらおう。ちょっと小さくなってもらいます。小さくなってもらいます。 OK。 はい、自己紹介、イエイイエイ、いきまーす。ちょっとみんな聞いてるかわかんないけど、いきまーす。あ、ちょっと待ってね。名前、海星クララと申します。性別はメスクラゲです。はい、男じゃありませんのでよろしくお願いします。ちゃんと女の子なんでね。はい、誕生日7月17日、身長162センチ、年齢は17歳です。海の中では、あ、誕生日近い、本当にかわいい。比べ、あ、クラゲって生物は、まあ、一応女の子ってことでちょっとやってます。はい、まあ、あの何回も言うんですけど、バビ肉ではございません。はい、年齢は17歳ですが、海の中では成人なんでお酒飲めます。なんでね、飲酒配信とかも今後やっていこうかなって思ってます。はい、職業プロニートです。プロニート、竜宮城で、クララね、竜宮城で働いてたんよ。働いてたんだけど、ちょっと働くことに向いてなかったんで、ちょっとバックれちゃいました。うん、で海の中でね、なんかいろいろなんか魚とかといっぱい遊んでたんだけど、そういうのも飽きちゃったので、人間界でプロニートになるとね、ゲームとかいろいろやりたいなと思って、プロニートになると決心して人間界にやってきました。まあこんな感じで見た目もね、日本だと酒買えないかも、だから気をつけてな。じゃあどこだったら買えんの？どこ、海外？クラゲお酒飲めます、一応。はい、一応飲めます。だって竜宮城ってめっちゃ飲んでたよ、浴びるほど。見た目はゆるふわでね、可愛いんだけど、中身は結構破天荒で、口がかなり悪いです。で、私を傷つけたやつには毒を刺します。現在は養いて募集中のクズプロニートです。誰か養ってください。あと、ゲームが大好きです。よろしくお願いします。はい、次、好きなもの、てか見えてないね、ちょっとクララがでかすぎて可愛らしいイラストが見えてないんで、もうちょっとちっちゃくします。こんぐらい。好きなもの、アイドル、特にハロープロジェクトっていうね、ハロプロって知ってますか皆さん。ハロプロってみんな知ってるかな。なんかモーニング娘さんとかが属してるグループなんだけど、そこが本当に大好きで、もうちっちゃい頃から、もう竜宮城にいた頃からね、本当に大好きで、今も、あ、知ってる、本当に、やった。もうそこの、あ、モーニング娘さんが特に好きなんだけど、まあ、アイドル全般大好きです。地下アイドルも大好きです。で、焼肉ね、クラゲなのに焼肉食べるの大好きです。あとフライドポテト、もうね、飲食店とか行くと絶対ポテト頼んじゃう、それぐらいポテト大好き。だからポテトってさ、なんか置いとけばみんなつまむじゃん、だから絶対頼みます。あと歌うこともめちゃめちゃ好きなので、歌枠とかもやりたいなと思ってます。そう、ポテト魔力ある、ほんまめっちゃある、絶対買っちゃう。あの某赤い店ね、行っていいの VTuber って、あのお店の名前行っていいの？あの某 M がつく、あの人間界でクララ来た時一番最初に食べたのが、その某 M がついてるところのポテトで、もう本当に美味しいなっ
って思ったの、感動したの。だからそれから毎日喋ってます。いや毎日はちょっと持ったわ、ごめんなさい。あと歌うことがすごい好きなので、歌枠とかもやりたいなって思います。あと配信本当にね、クララマジで今まで VTuber さん見てて羨ましいなってずっと思ってたの。だからこれからも毎日配信をなるべく続けられたらなって思います。はい。